はい、どうも隊長です。ウィレ2020マスターリーグ続きやっていこうと思います。今回の予定はチャンピオンシップ第34節ウィガンアスレティックス戦からやって、で FA カップの準決勝ウェストハムユナイテッドやれたらと思います。で今回のリーグ戦34節より前ですね、33節バーンズリー戦、32節のブラックバンローバーツ戦、31節のスウォンジーシティ戦、30節のリーズユナイテッド戦、この4試合時間外でやったんで、まあとりあえずちょっとハイライトみたいのは作ったんで、そちらの方見てください。はい、というわけでまあちょっとこの4試合時間外でやったんですけども、まあ、試合やってる時はあんま気づかなかったんですが、編集してる時にいやキケアルカスとレコなんか調子いいなっていうことに気づいたんですよね。ここ最近今のところ点よく決めてんのがほんとキケアルカスとジョナサン・レコ、まあ、シャビもいいフリーキック決めたんですけども、この2人が今調子いいっていうことは、あーっと久保建英が今絶不調か、まあこの2人が今絶好調っていうのはいいことですね。まあ、そして今回の移籍市場でブッフォンとシャビをレンタルで獲得したんですけども、ブッフォンに関してはあと9ヶ月ぐらいの付き合いがあるんですけども、シャビに関してはもう3ヶ月ぐらいの付き合いしかないと。やっぱり中盤には超ベテランな選手が必要だと思うんですよね、このストークシティには。ということでダニエル・デロッシをねリストアップに載せました。この選手はちょっとレンタル移籍で申し込みたいと思います。結構ダメ元ですけども、まあ、クラブの規模の差から足元に見られてるということで、まあ、とりあえずマックスでいいかな。もしかしたら通るかもしれないからね、こういうのが。デロッシをとりあえず獲得して来シーズンかな入ってくるとしたらチームを引っ張ってもらいたいと思う。で意外とねベテラン選手にレンタルオファー出すのっていいってコメントありましたね。前回結構通ったりするらしい。でもあんまりレンタル組多すぎるとそれはそれで僕も嫌なんで、まあ、レンタルする選手はせいぜいチームにいて 2,3 人かなっていう感じですかね。
あんまり良いと僕もそれで嫌なんで、やっぱ完全移籍で獲得できたらそれはそれでいいじゃないですか。まあ、レンタルは借りてるんでね、そのチームから。でやはり今のストーク市にはセンターバックの補強が重要と、ということで来シーズンですね、フランシスコ・モンテーロっていう選手をね、第一補強ポイントとして狙っていきたいなと思います。まあ、現在センターバックにはイーサン・アンパドがいるんですけども、もうこのアンパドとこのモンテーロの組み合わせね、特徴ありすぎでしょ2人とも。これは欲しいよね。ちょっと動画映えという意味でも欲しいし、なるべくモンテーロはですね、まだ21歳っていうのもあるんで狙っていきたいんですけども、まあ、移籍交渉何回か送ったは送ったんですが、ちょっとダメっぽいんで、移籍金もこれだけ高いんですよ。もしレンタルで行きたら行きたいっていう思いで、あーでも移籍金でこれだけ高いな。これだけでやってみよう。無理だと思うけど、まあでも来シーズン必ず取れんくても、まあ、今後の補強の上では絶対獲得したい選手ですね。そして今回の冬の移籍市場で移籍した情報なんですけども、まあ、夏の移籍市場は確かオフにしてたんで移籍の動きはなかったんですが、マンチェスターシティのラポルトがバルセロナに移籍と。これいくらだ、9000万ユーロで、ダイヤーがトッテナムからユベントス4800万。アダム・フロチェック、聞いたことねえなこの選手。結構高い、18歳で。日本人は誰か移籍してるかな、特に動きはなさそうですね。お、ライアン・セセニョンがモナコに行ったと。イブラハム・チェルシーからレスター。プレミアの動きやっぱ多いですね。現在のチャンピオンシップの順位です。ストークシティ2位です。首位との勝ち点差は12ポイントと離れておりますが、ようやく2位に入ったということで、こっからもう着実に勝って、なるべく負けないようにね、この2位というポジションを維持していきたいと思う。あとですね、バルトロメウ・ゴイオスに移籍オファー来ましたね、マルガ・パレナから。で再交渉してなんとか移籍金をちょっと上げたんですけども、まあ、市場評価額通りまではね、ちょっと多分届きそうにないんで。あと現在ね、ゴイオスに関しては25歳なんですよ。69、まあ若いかな、若いよね、全然若い全然若いんだけども、最近試合に出してないっていうのもあって、まあ、現在キケ・アルカスがね真ん中でやってるんですけども、まあ、今回の冬残り半シーズンはキケ・アルカスで戦っていくっていうイメージかな。でキケ・アルカスが絶不調の時は、まあ、レイナー・ジャービスとか出していこうかなと思います。でゴイオスに関してはね、残念ながら私の信頼を勝ち取ることができなかったと言った方がいいのか、まあ、ちょっとはっきり言っちゃいますけども、最初は良かったんですけどね、まあ、アーセナル戦の決勝点決めたのゴイオスですからね。ただやっぱりチームとしても移籍金予算とか給与予算を増やしていかないというのもあるんで、来シーズンねまた新たなフォワードを手に入れて、キケ・アルカスの代わりとか、まあ、それ以上の選手を獲得しようかなと思います。まあ、ゴイオスに関しては売れる時に売っちゃおうということで、さよなら。これで移籍金予算と給与予算が増えた。マルガ・パレナで頑張ってください。ということでウィガン・アスレティック戦やっていこうと思います。久保建英が今回絶不調なんで代わりにエグバート入れます。いやいいね。あ、そう、リーグ戦だからキーパーはシュミット・ダニエルですね。イバン・ヘッティヒと久保がちょっと絶不調だな。うん、これでいいでしょう。今のところ最強の布陣でしょう。キーパーシュミット・ダニエル、左サイドバックからルイス・テイシェイラ、エリクソン、バシリ、ルカ・ジョルザで、シャビ、ジャッキー・ライス、エグバート・キャッスル・ダイン、左ニューロップ・カールセンにジョナサン・レコで、真ん中キケ・アルカスです。あ、ちなみにウィガンに関しては現在最下位ですね。2勝12引き分け19敗と。これは勝たなきゃいけないだろ、最下位相手には。でも油断はできないんで、ここら辺も徹底的にいきます。ハードマークつけます。相手のワントップ、アンソニー・ピルキントンにつけて、準備完了。いや、もう34節まで来ましたか。結構あっという間だな。もう攻めの姿勢でいきます。やっぱ相手は最下位なんでね。守りに入る理由はない、攻めに行く。 OK、 いいよ、取った。ニューロップ・カールセン、キケ・アルカス、ジョナサン・レコ、惜しい。これシュミット・ダニエルキャッチ、ナイス。もう完全にシュミット・ダニエルとブッフォン来たことによってオットー・ムリコフの出場機会が激減ということで、やっぱり今大事な時期ですからね、どうしても2位定着を目指したいところ。さあルイス・テイシェイラ上げた、ジョナサン・レコ、ここはしっかりとボールキープ、シャビからジャッキー・ライス。ミドルシュートってあんまなんかな、
今のところ初期面でスタメンで頑張ってやってるのは本当エグバートとかルカ・ジョルザ、ジャッキー・ライス、キケ・アルカスぐらいかな。まあセンターバックに関してはバシリとエリクソンしか今のところいないんで、あとイーサン・アンパンでね、センターバックの補強は重要だな。おーナイス。さあレイコ、ここボール持って中入れてアルカス、惜しい。キーパーナイスセーブ。いやこれいい反応したキケ・アルカス。おっと危ないぞこれ、危ないぞ。ナイスルカ・ジョルザ。エグバート、キャスルダイン、自分で行く。いやー当たっちゃったよ、あれだけドリブルしたのに。前半終了0-0。点は決められなかったが、ストーク・シティの方がボールを支配してたかな。いやそうでもない。攻めてはいたけどシュート本数で多いですね。ちょっと甘いよ、もっと行かなきゃ。相手はさらに守備的に来てるぞ後半。さあレイシェイラ、レイシェイラ縦、うんー、これはコーナーか。いいところ入れていく。エグバート、キャッスルダイン、うんー、この試合は引き分けを狙っていません、勝ち点3を狙っています。うわー、エグバート、レコ、レコ、来た。よっしゃ決まった、レコ決めました。ついに後半68分、ジョナサン・レコ決めました。ここ数試合絶好調、スルーパスだな、反応早いわ。いや体でも勝ってるし、もう右ウィングはジョナサン・レコで定着だな。シーズン5ゴール目らしいです、ジョナサン・レコ。シャビ、レコ、レコ、はい、エグバート、キャッスルダイン、外した。やばい、まず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 い、危ない、危ない、危ない、危ねえ。同点されるとこだった。よし、 1-0 で勝利、最下位相手になんとか勝利です。ゴールは少なかったんですけども、試合内容では圧倒していました。圧倒っていうほどでもないけど、そんなに相手も攻めてこなかったね。ジョナサン・レコ素晴らしいゴールでした。第34節終えてストークシティ65ポイントで2位。おっとスウォンジーがここでちょっと失速かな、差が7に開いたぞ。これ保険ができたな。ただちょっとフラムは全然負けないな、勝ち点差縮まらん。さあということで FA カップウェストハムユナイテッド戦準決勝来ました。デロッシとの交渉、あモンテーロはダメだったな。まあでも しつこくいきます、モンテーロに関してはダメ元でいくからな基本的に。デロッシに関しては移籍金さえ払えれば問題ないので、まあ、86万、これは出してもいいでしょう。まあ、37歳のベテランですが1年間は何とか頑張ってくれるはず。まあ、シャビの代わりですね、シャビがチームから離れるんで、まあ、タイプは違うんですけども、まあ、キャプテンシーとか、まあ、こういったスキルの面でね獲得に出ました。まあ、次の夏中盤を引っ張っていくのはダニエル・デロッシと、まあ、シャビあと3ヶ月しか使えないからな。半年レンタルだった、1年間だったらな、よかったな。さあということで FA カップストークシティですね、準決勝です。まあここまで本当に厳しい戦いだった。本当は準決勝リバプールと戦いたかったんですけど、ウェストハムがリバプールに 3-0 で勝利してるんですよね。しかもウェストハム今大会無失点と1点も許してないんですよね。もうこのことから守備はめちゃくちゃ硬いと思われる。まあ、ストークシティはこれまで PK 戦とかね、まあ、延長とか乗り越えてきて、もう1回も90分で決着つけた試合はないんじゃないか。全部延長とか PK 戦で勝ち進んできてるんで、もう疲労度としてはかなりあります。疲れ切ってます。が、ここまで来たからには、ウェストハムに勝って決勝、行きたいっす。久保とジャッキー・ライスがそんなに調子良くないな。相手はフォーメーション4-3-2-1、まあ、個人的に要注意する人物はもうランシーニですね、右サイドハーフの。あでもレコ絶好調じゃん、いいじゃんいいじゃん。
あ、エグバート・キャストルダイン絶好調。この試合は久保建英よりエグバートの方が良さそうだな。キーパーもちろんブッフォンでいきます。これブッフォンじゃなくてオットー・メリコフとかシュミット・ダニエル出したら危険だと思う。まだ全然違うキーパー変えただけで。ウルフ・セイファート絶好調なんだよな。どうしよう。まあ後半出してでもいいか。頑張ってもチームスピリット80だな。とりあえずキーパー、ジャンルイジ・ブッフォン、左サイドバック、ルイス・テイシチェイラ、アンパドゥ・バシリ、ルカ・ジョルザ、中盤、シャビにイヴァン・ヘッティヒ、トップ下、エグバート・キャスルダイン、左、ニュロップ・カールセン、右、ジョナサン・レコ、真ん中、キケ・アルカスでいきます。コンセプトアレンジ、ハードマークで相手のワントップ、セバスティアン・アルル、聞いたこともない選手ですが、要注意、83もあるんで。そういうスタジアム、選べられないのか。時間帯と季節しか選べられないのか。90分間で決着をつけることができるのか、はたまた120分間戦った後の PK 戦で勝つのか。ここまで来て負けられねえわ。よし、やっていくぜ。どうしよっかな。相手やっぱ攻めでくるよね。前回のブライトン戦と同様、最初はもう守備的でいきますか。守備的で最初行きましょう。ジョナサン・レコのスピードを使って、よし、キキアルカス、いける。おお、最初シュート出た。オッケーオッケーオッケー。レコのスピード生かそう。早い早い早い。ここ、これはいい流れだったな。オッケー、レコナイス。え、取ったのか。取ってねえ。シャビ、オーケー、さすがベテラン。おい、ファールじゃないかそれ。危ないよ危ないよ。アンパル狙ってきた。ブッフォンナイスキャッチ。さあ、ジョナサン・レコ、レコ、お、来た、レコに取った、レコー。いや、ポストか。いや、惜しい。サイド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 、誰か。オーケー、キーパー、よしよしよし、いいっすね。ニューロップ・カールセンから、いや、アルカスのトップラップでもラッキー、いいよ、自分で行こう。オッケー、決まった。ジョナサン・レコ先生、素晴らしい。FIFA でも爆発してくれたけど、ウィーレでもめちゃくちゃ活躍してくれてんな。よしよし、いやー今日絶好調でよかった。レコ初の90分決着となるか。いやー、点取ったら決勝まで行きたいよな。逆転負けとか一番痛いもんね。よし、あーとまずいです。あと左サイド、点取った後すぐ要注意。アンパドゥしっかりとね、ここのパスミスらないように。おっと、ごちゃごちゃすんな。すげえボールに集まってくるわ相手。いいよ、おーっと惜しい。今日レコなんかやってくれる。めっちゃいいポジショニング取ってるわ。オーケー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 、キーパーキーパー、パスコースを消す動き。よし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 、あーっとサイド、まずい、アンパで、オーケー。怖い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 、あー取れない。はい、ブッフォン、マジ守備的だからなこの試合は。もう1点取れたらほんとラッキー。あー、レコ、あ、終わっちゃうのかそこで。よし、とりあえず先制点取れました。意外と攻めてます、守備的でいってるんですけど。待って、これ守備的の方が合ってんじゃないの、攻撃的より。もうカウンターで点決めるっていうね。さ
さ、ユーロップカール戦、やっぱりちょっと高いボールの処理は難しい。いいパス、いいパス、レコ、ユーロップカール戦には通らない。おいおい、どこにパス出してんだおい。やばい、いいとこ通った。出ろ出ろ出ろ、オッケー。 FA カップさ、マジ緊張すんだよな負けたら終わりっていうのかな、すげえな、プレッシャーかかってるわ。毎回 FA カップで緊張する。だからいい試合するんだろうね。あれ、相手はまだねオールアウトアタックでは来てないんですけども、まあ、後半の70分あたりになってきてから、もうセンターバックも上げてね、総攻めで来ると思うんで、もうそれを乗り切れられるかどうか。 OK、 ナイスカット。いや戻ってくるの早えよ、こいつらやべえなはい、いい感じ、すごい。おい、ファールじゃないのか今の。すげえ、ロングパスしか入れてこねえ。やばいやばい、これやばい。 OK 出た、焦ってんな選手交代いきますか。ルカ・ジョルザと、ルカ・ジョルザは下げたくないな。いや言うて変える選手いないけど、ユーロップカールセン下げて原口、サイドバックじゃあ右変えますか。ジョルザ下げてウルフ・セイファート入れます。右サイドは絶好調にしよう。ここ空いてんね、よしよしよし、はい、2人絶好調。北沢さん、ここまでご覧になっていかがですか。いやひどい、はレコ、アルカス、縦、原口、トラップ。あ、セバスティン・アルルのハードマーク解除されたんで、また新たにつけましょう。ここら辺も徹底的にいこう、ハードマーク、セバスティン・アイエティ、よし、いいね、レコ、レコのスピードは速い。フッフッ、アルカース、よっしゃ来たよっしゃ、2点リード、これはでかい。ナイス、キキアルカス、これはむちゃくちゃでかい。FA カップ初の90分決着いけるかも。いや、レコがもうドリブルすげえよ、レコのドリブルが素晴らしいだけ。これもいや、ナイスクロスで合わせたキキアルカス。いや2点リードかー、しかもウェストハムユナイテッド相手に2点リードよ。今までの中でちゃんとした攻めができてる。無失点いけんじゃないのこれ。無失点のウェストハム相手にもう2点取ってっからな。はい、だんだんとチームとしても攻撃が形となってきた。守備もね、守備もこの試合本当に安定してますよ。まあ、相手本当もう投げパスしか来ないから、こうやって落ち着いて後ろでね、こうやって回して、やばいやばいやばい、これやばい。 OK、 ブッフォンナイスセーブ。おい、ブッフォンがすげえんだよなこの試合本当に。うん、これはまずいぞ。おい、バシリー、これで試合終了。ウェストハム U 相手に 2-0 で勝利です。これで決勝進出。今回の試合は90分で決着ついたな。いや、レコ素晴らしい。この試合のマオザマッチはもう間違いなくレコだわ。いや、攻めてんな、素晴らしい。レコ1ゴール1アシストですよ。お、やっぱりチェルシーが勝ってきましたね。まあ、決勝はチェルシーじゃないとな。もう決勝に関してはね、勝ちに行くというよりか、まあもちろん勝ちには行くんですけども、もうチームのみんなにはもう全てを出してもらいたい。いや、待って、マジで FA カップ決勝まで行くとは思わなかったんだけど、この戦力、最初の戦力でもう本当に2回戦止まりかなと思ったんだけど、なんかいろいろと運が続いて決勝まで来ちゃった。おい、マジで？
やばー。え、なんで？マジで人体損傷。レコ練習中。いや、ここでレコの怪我は痛すぎる。誰削ったの？いやー、これは予想外だな。試合中ならまだわかるけど、練習中で大怪我してもらうのは困るよ。あ、でも4月中か。え、待って、今何月？4月中で治るっていうならまだいいよ、まだいい。完治予定4月中だよね。あ、やべえ、俺ちょっと読み間違えた俺。治るまで4ヶ月かかると思ってた。あー、焦った。まあ、人体損傷もなかなか重い怪我だけどね。いやー、ちょっと今ホッとしました。4月中に治るっていうなら大丈夫でしょう。決勝まで間に合います。原口の役割の変化について、今の彼はスタープレイヤーと呼んでも差し支えないでしょうと。お、だんだんトレーニングの結果、お、久保建英は今月中にルーレットを習得する見込みだと。さあ、ということで次はどうしますかね。結構決勝まで時間空くんで、まあ、決勝終わった後にリーグ戦まだ続くんだよね。でも37節にフラム戦があるんで、次回は首位対決の動画撮っていこうかな。はい、というわけで今回のウィーレ2020はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。